はい、ではオーディンを倒すために育てた最強メンバーで、ついでに育ってしまった最強メンバーで、バハムートに挑戦しようと思います。まあ、ポイントはスキルを見ればわかるんですが、ポイントは、ピッツファーとアメリバクトの、体炎カプセル生成ですね。多分、バハムートは炎属性なんで、炎カプセル生成と。で、魔法3人でゴリ押し。プラス、多分、バハムートはドラゴンですよね。ドラゴンなんで、グレイスの、ドラゴンの防御力、マイナス 20% という、このスキルを使っていきましょう。はい。で、さらに、スナイプ。オーディンでも活躍したスナイプのテーラーアロー、物理ダメージ 1.5% で、一気にやっつけていきましょう。はい。さあ、いけるか。一発初見でクリアしたい。スペシャル。バハムート、バハムート超進化いきます。あと2日、間に合うか。バトル開始。魔法が38、難易度65。道中で得られなければ、炎が14。道中で得られなければ多分勝てると思う。巨獣の御殿は今にも崩れんとしていた。かすかに聞こえていた、立道の輪郭が明らかになっていく。神は目覚めの時を迎え、すべては宝物に帰す。時が来たのだ。さあ、どんな奴ら来る？ファラク。おお、面白い。ファラク、スザク、強そう。炎の壁。これ触ると食らうパターンだね。触らないようにして、触らぬ神にただりなし。こいつらほっとこう。ほっとこう。多分、浮いてでも得られるパターン。氷壁横一、障壁。氷壁じゃない、炎壁。障壁、バリを消す。炎弾はランダムに飛んでくる。まあ、大して強くないだろう。こっちの、上の、ビショップみたいなやつがなんだ。タイムナレット。時間吸収再現。出たー。動かしづらくするやつか。でも一匹だけならまあいいでしょう。さあ、下のこいつは、なんだ。フレア縦一列、フレアブレス縦一列。横から挟めばいいという風に教えてくれているんですが、炎を触らないように挟むのが非常に難しい。まあいいか。とりあえずはまあ、でも、こう、1,2 で回し、さらにこう斜め移動でうまく入ってこうっていう感じで、とりあえず1匹倒す方向で。まあでもこっちに行っちゃうと再演で今度ビッツファーが動けなくなる。まあどうなるかは見物だが、とりあえず炎を触らない、炎を触らない。さあどうだ。強い。強い。圧倒的だ。圧倒的だ。一匹やっつける分には問題ない。炎弾ランダム。うわ、結構食らうね。うわぁ、相当強い。さてと、この炎弾ランダムが厄介だな。ヒール。癒しの舞とかかけたいが。これさ、縦攻撃はしてこないか。うまく全員連鎖に絡めて、さらに癒しの舞を、この辺まで、ここか。とすると、1、くるっと回って、もう一回回り、さらにこいつらを、1、2、3ぐらいやって、この辺に来れればいいかなって感じだね。よし、1、2、1、2、3。これどうだろう。よし、炎ダメージカット 10% は使った。さあ、これでカプセルがどんどん出てくれればいいんだ。ここはやっつけられる。さあ、ヒールか、リジェネ。ヒール来い。ヒール来なかった。やばい、氷壁はいい。OK。時間吸収はちょっとうざいけど、多分、この、時間吸収も、この、癒しの前、ホーリーソング、すべてのステータス以上解除 100% なんで、解除してくれるんじゃないかなと思います。で、まずはこの時間制御が厄介かな。そういうやつけど、氷壁のやつは、まあ、後にしよう。で、カプセルをどんどん食べていく感じ。連鎖にカプセル加わってるね。なら、OK。よし。このダメージ 10% かと。
外と硬い。魔法でいけば余裕。さあ、スキルブースト。あ、ホーリーソング、ここ。これ、この玉ランダム。しかし、こいつに炎は効かねえぜ。でもこれ、効いてないね。全員、連鎖、連鎖だけかな。ちょっと待ってよ。ホーリーソング、周囲に、周囲に、周囲、1、2マスにいたのに。これ、効いてないね。これ 0.1 秒しか動かせなくなってる。なんでピッツファーは動かせない感じ。まあ、ピッツファー動かせなくても、まあそれなりに強いから、連鎖に加える形だけで大丈夫。加えられないな、これ。なんかピッツなしでも、加えられないことはないか。こんな感じでどうだ。あえてやっつけずに、この、カプセルを貯めるっていうのも、いやー、魔法が相当強くなってる。ザコは余裕だな。よし。しかし、ピッツは、もう無くなった。これ何ターンなんだよって思った。こいつどうでもいい。こいつどうでもいい。炎カプセルをバクバク食べる方向で行きましょう。いい感じに挟めればいいんだけど。こいつら強いぞ。ちょっと見てみよう。P を使ってでもいいから、こいつらやっつけた方がいい。チャージアップ事故。2ターン有効、物理攻撃2倍。これ全員そうだよね。全員そうだよ。で、こいつは？こいつはさっきのやつ。こう、炎壁。炎壁作ってくる。炎壁は多分横に作ってくるから、ここにいるとこのまま死んじゃうパターンだね。なので、どっちかの一列を優先してやっつけるか、縦から挟むかだね。よし。いや、二列一気にいけそうな気もするんだよな、この強さ。しかも P を使ってる。P を使えばさらにいけそうな気がするんだがどうかな。癒しの舞とか大丈夫かな。大丈夫か。生き残れるか。生き残れるか。まあいけるでしょう。強い強い。こいつらは強い。癒しの舞をやるかどうかだね。こいつらをどっちの連鎖に絡めるかっていうところだね。あー失敗した。バカ野郎。今失敗したのはですね、これ。説明しよう。これで失敗するとかなり辛いと思う。チャージアップとか、あー、ここの。はい。そう、失敗したよ。失敗したのはですね、この、また録画がちょっと切れてしまって、それを立ち直そうとしまったら画面触って一旦通過した、何もせずに一旦費やしたことになってしまったというわけです。まあ、縦から挟む分には悪くないが、こいつスナイプが死んでしまうのはちょっと問題ない。縦挟みすれば多分問題ないんだが、まあ、ピッツで行きますかな、と。特にやれることはないね。3つで行きつつ P を使う。できればもうちょっと挟みたいんだけど、この炎は邪魔だから向こうに動けない。こう行ってここに行くしかないくって、できれば P を使いたいから上に斜めでこう出してこう行くか。よし。この辺なんか何匹かやっつけられそうな気がするんだけど。ここもやっつけてくれ、やっつけてくれ。よしよし。連鎖すれば、やばい、やばい。これだ、まだ大丈夫。やばい、耐えろ。よし。物理攻撃に弱い。あ、でも全然余裕だな。強いな。強すぎて余裕だな。強すぎて余裕だが、ヒールしながら、魔法攻撃を繰り返して、さらに、炎カプセルをワクワク食えばいいんだけど、なかなかそういううまい配置にいかない。今、ここを一気に挟んでやっつけたい。この辺は無視して。こう死なないかな？死なないかな？ヒーラーにここに行ってもらって、アメリパクトでこう。よし、まあやってみよう。やってみよう。多分氷で挟めば何とでもなるでしょう。これどうだ。いや、こいつら強いよ。うわぁ、死なないか。死なないか。でも、ヒールメガ事故が効いて、
死にがち。さあ物理属性じゃない、いやー強い強い強い。さあ変な攻撃されなければ死なない。氷壁だけ注意だね。あとは弱いね。氷壁だけ注意、あとは弱い。しかもこのグレイスの能力でこのドラゴンの防御力が減ってる。だったら余裕だな。上からやっつけ、シャッシャッ、ピッツファーを動かしてこいつ二人を挟む。こう動かし、こう動かし、さらにシャツ、シャッシャッシャでいいね。よし、一気にいけるかな。シャッシャッシャッ、これでいいでしょう。あ、ピー使っちゃった。もったいないね。いやー、余裕だね。圧倒的強さ。しかし、どっかで罠はあるはず。5分の2。よし、炎ダメージカットすげえ。この炎ダメージカットが結構、バハムートのとこまで持ってくれれば多分余裕なんだよね。氷壁が消える。もらった。関係ない。リジェネのおかげで関係ない。これはまあピッツたちで挟めば何とでもなるでしょう。はい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 。そしたらリジェムでも入れときたかったら弱い弱い、こっちが強すぎるのか。さあこれで5分の35分の35分の4の時の倒し具合はちょっと考えないといけないんですよね。はい、通信環境が悪くてちょっとたびたび止まりますがすいません。まず面白いところにいるね。これいやらしい、こいつらからやっつけて、こいつら2位ばっかりなんでこいつらからやっつけてもいいような気がするね。そうだね、これつら結構硬かったしね。でもこことここは多分この2人でやれそうな気がするけどな。でもどうせならこっちにもダメージを与えつつ、そうだね、アメリパックと一匹ぐらいなら食らってもいいかなっていう感じで、これは、いや待てよ、ピッツファーが動けなくなるとめんどくさいのかな。でもピッツファーの方は強いから、ヒーラーしたい。ここの真ん中をピッツで抜けて、ヒーラーを下に行き、で、ここ、よし、これ行こう。真ん中抜けられればいける。ひょっ、あ、失敗してる。くっそ。くっそ。これ、こいつが動いちゃったね。斜め抜けたいかったのに。そうすると次、これが来るんだよ。時間吸収サイン。あ、でもここ勝手に死んでくれる。で、ここの、連鎖で、結構この辺やっつけてくれそうな気がする。どうかな。まあ、やっつけつつ、この炎カプセルをもらいに行こう。多分一気にやっつけられる。こいつは強いから。しかも P だよ。P。圧倒的じゃないか。周りも一気にやっつけろ。周りも一気にやっつけろ。この時間遅延がこいつだけ治ってくれないと辛い。やれ、やれ、相当強いぞ。来たー、最強。ピッツはさすが SS クラス。そしてこの邪魔なやつもやっつけると。すごい。P が3回も発生した。さあ、リジェネも発生して、東の前も来た。さあ、ちょっと厄介なパターンだね。まずここで、炎壁が発生する。この横にいると死ぬ可能性があるからやばい。で、こいつらが11なんで、ここをちょっと注意しよう。フレアブレス縦1列。なんで、まずここから、ピッツファーあたりで倒しに行きたいところなんだが、同時に何かもしたい。同時に違うやつもやっつけられたら嬉しい。ここは攻撃来ない。こいつがこう、この壁を発生させる。なんでできたら、この、段で挟み。それかもしくは、こいつがここに行き。横やるの難しいな。うまくまた、こう、アメリパクトがこう抜けて、こう。で、ここで挟ませる。で、余波でこの辺も死んでほしいと。で、抜けて、ここでやっつけに行くと。
んじゃないでしょうか。失敗。よし、消えた。よし。どうだ。ここはやっつけるでしょう。よし、OK。で、こうやって縦でやっつけ、ついでに隣もやっつけてほしい。よし。あ、リジェネも来た。よし、全部やっつけろ。うわ、やっつけなかったか。この壁は怖くない。よし。あと、このドラゴンたちが問題だが、こいつらただの物理攻撃。チャージアップしかしてこない。なので、今回はちょっと、まあ、押さえといてやろうかな。まあ、この2匹が厄介なんで、この2匹を、はい。この2匹が厄介なんで、この2匹をまずやっつけることを、重視すると。しかし、同時にこの辺もやっつけられると嬉しいので、どうしよう。じゃあ、それは役に立たないけど、まあ、いいか。そうか、こう、これが下に行って、こいつを挟みつつ、上に行き、ピッツファーをこうしてここに戻ると。炎を踏まなければ大丈夫。よし。さあ、この魔法が強い。周りも一緒にやっつけろ。よし。そろそろ5分の4なんで、次のバハムートのことを考えないといけない頃だね。あれ死ななかった。強いな。フリア縦一列。よし、危ない。危ない。縦一列にいてはいけない。まあ、ピンも溜まってるからピンも使っていいんだが、まあ、こいつら弱いからこいつら残して、この縦一列が嫌なんでこいつらまずやっつける。こうやっつけてしまっちゃいけないんだよね、ついでに。P ちょっと外して。難しい。炎だとね、違う。魔法スキルでね、周りの余波でやっつけちゃうことなんだよね。実はやっつけずに、最後の1匹だけ残して、バハムート用に配置を組みたい。まあ、だいたい、この辺にバハムート来るんだよね。ここが1個下。なんで、ここの縦2列に、そう、揃える感じ。にしたい。その前にまずこいつをやっつけると。さあ、これやっつけると上もやっつけてしまうパターンだな。大丈夫。これぐらい生き残るだろう。これぐらい。よし。できれば B を使わずに、P はちょっと外して、ひゃいひゃいと、1、2、3、これぞ。上、1匹残ってくれ。この1匹が残ってくれるのが理想。正解だね。成功だね。大した攻撃力ない。よし。これで、P のポイントもここにあるし、こいつはまあほっといて、体勢作りをする。まず大事なのがこいつ。グレースのドラゴン。防御力マイナス 20%。これが3回かけられたら成功。なんで、まあ、グレースは、この辺だな。グレイス、スナイプ、アメリパクト、とかいう感じで行きましょうか。もうこいつは全く無視して、体勢を作る方向で。また攻撃してこないからもうほっといていいよね。よし。体勢的にはいいね。こんな感じかな。チャージアップしてきた。こういう時は注意なんだよ。こういう時はやばい。そろそろやっつけていいね。これ、アイリーンでやっつけられ、逆にこっちが死ぬと、すごい困ったちゃうなパターン。P をできれば使わずに、あいつをやっつけたい。やっつけられるかな？ちょっとじゃあ、こんな感じで。これで、まあ、これでやっつけられるでしょう。これだけの魔法攻撃があるから。さあ、バハムート来い。ここにバハムート来い。ここにバハムート来い。来いよー。罠にはまってくれ。もがき、はがき、叫び続けるものよ。神は
貴様にいかなる恵みを施したか、究極の名を冠した巨獣がどうだ。答えは知れていた。こういう罰で初見でやっつける可能性があるよ。完璧な体勢、様中来い。うわぁ、上か。ずれた。くそ。おっと、しかし、動いてくるのか。そうか。逆にでも悪くないな。2×2 ができそう。しかも P がある。理想としては、ヒーラーで、ここまずこう回って、この斜めが成功すれば、ここに2匹入る。2匹入る。こいつら大して強くない。これの、炎縦一列が問題だね。まあ、それももう、ほっといて、ここをうまく、くるっと回転させ、くるっと回転させ、邪魔なやつやきやっつけちまうかな。悩むな、これ。ここにヒーラーが来たらどうなる？待てよ、くるっと回転させ、もう一回、こう回転させ、こうくるっと回転させて、ヒーラーここに行くか。ここを挟む方に使うか。で、こっちを挟んだ方がいいのか。こっちを挟んだ方が3回、1回、2回、3回発動できるね。よし。じゃあ、こいつの攻撃はまあ、期待せずに、ヒーラーここに置き、これの 20% マイナスを3回発動させよう。よし、それでいこう。さあ、うまくいくか、うまくいくか。この、斜め移動さえうまくいけば、多分、成功する。よし。届かなかった。ヒーラーここまで届けばよかったのに、ちょっと遅かった。斜めを意識しすぎたか。でも悪くはない。いやー、3回効いてれば相当効いたと思うんだけど。さあ、バハムートがどんな攻撃をしてくるかによる。さあ、どうだ。アタックだけ全然効かない。アタック、うわー、そっか、物理攻撃はカウンターアイス、ナイス。時間吸収関係ない、関係ない。太陽ブレス、誰が死んだんだ。太陽ブレス、そうだ、こいつの能力を見ていなかった。太陽ブレス、縦一列、太陽風、次横一列来るんか。そうか。次横一列来ると見たら、ヒーラーがやられちゃったんか。厳しいな。本当はこれ、簡単に縦で挟んで、一気に攻撃決めたいところなんだが、多分、いやー、でもな、これこっから縦ハサミ縦22にするのもめんどくさいよね。さあ、なのでここか。3回発生させるのは難しいが、2回発生、ここで1回こう降りるでしょ。で、2回降りて、できればこいつとこいつ逆向きがいいんだけどな。あんまりか、仕方ないよね。1回発生させて、ここ2回降りて、次ここにこいつが行くと。ヒールメガ事故持ってたかな。ヒールメガ事故、あ、持ってるね。オッケー。で、 P も発生するし完璧だね。し、あとは炎のあれをバクバク食えばいいんだけど、なかなか、まあ、いいか、いけるいける。さあ、2回回るの間に合うか。間に合った。よし。しかも炎ダメージカットを3個食べている。これは悪くない。よし。で、まずこの邪魔なやつをやっつける。あー、3回発生しなかったか。2回発生だけ。よし。余計なやつをやっつけた。3回。さあ、ほのかなダメージカットが今4回ぐらい発生したが、多分太陽風にも耐えられるんじゃないかなと思う。しかも攻撃力マックス強い。どうだ。いやー、意外と強いな。ヒーラーが死んでるのがちょっと辛いな。で、次、横。太陽ブレス横が来る。横が来る。意外と死なねえな、こいつ。さあ、太陽ブレス横が来る。フレア盾、強い。さらに太陽、援軍が先。ブレスアタック。でも死ななかった。死ななかった。悪くないぞ。よし。いやー、でも通れないな、これ。2×2 のハサミしようとしたけど、通れないね。
通れないね。ここ塞がれちゃった。完璧に塞がれてしまった。きついな、きついな。これでもう一回挟めば勝てるかなと思ったんだけどな。でもうまいことやって誰かをここに、いや難しいな。また炎ブレスが来るでしょう。きついな。回復持ってないしな。死ぬ可能性は高いな。こいつは1秒しか動けないからもう無理。くそー、初見で一発でやっつけたい。一発でやっつけたい。こっち1秒しか動けないから無理。戻ってこれ。ここに、こっちの奴らを、ここにも、逆にここに持っていくとこいつが遠くなり P も発生しなくなる。難しい。難しい。11しか挟めないな。22は無理。しかも炎ブレスですが、次何で来る？今周り。クロス戦、ブレスアタックできたんだね、今。いや、あ、ここ、こいつも動かせないのか。どうする？こう移動すると。あ、でも大丈夫か。ここに、いけるな、いけるな、よく考えた。これがこう、まずこれこう移動するでしょう。で、こう移動するでしょう。で、こう。で、P のとこに突っ込んで、こう出れば P 発生させつつ、こう戻れる。このターンでやっつければなんとかなるかな。よし、うまく斜め移動が成功すればいけるかな。よし、頑張れ。斜め、こうだろう。こうどうだ。ああ、炎ダメージカットが、炎ダメージカットが全然食えなかった。いけ、殺してくれ。頼む、頼む。ピピピピ、いけ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 、もうちょい、もうちょい。よし、余波で。余波で周りをやっつけてくれれば。さあ、どうだ。おい。生きてる。生きてる。援軍来た。プレスアタック。死んだけど、死んだのは一匹だけ。さあ、あとちょっとなのに、援軍が強すぎる。さあ、タイマーかかってるのはこいつだけ。P がここか。苦しいな。苦しいな。なんかやってる。すいません。画面が切れちゃった。なんか太陽ブレスか、なんか来そうだな。さすがに 2×2 ハサミはもう終わりか。毎ターン援軍を寄ってくるんか。で、P もないと。難しい。ああ、難しいな。だって、ここ行けないでしょう。いけないでしょう。まあやるとしたら P にも届かない。 P にも届かないから大した攻撃はできない。一回挟む程度しかできない。周りをやっつけてなんていられないから、死んでもいいから、死んでもいいから、こう回ってこうしかないと思うんだよな。連鎖して、連鎖して、炎カプセルたくさん食って一回しか攻撃できない。うまくこいつをここで引きずり出すことはできないのか。できないな。P も取れないからな。せめて P ぐらいなんか持ってきたいんだけど、ちょっと無理だな。やっつけられたっていうか、あー、今炎ダメージカットが1個しか食えなかった。2個しか。頼む、そろそろ死ね、そろそろ死ね。あと何ターンか持てば。炎ブレスは耐えたからよかった。太陽ブレス横一列耐えた。よし。あー、くそ、死んだか。くー、いい線まで行ったと思ったのに。くー。やばい、あっから出れない。くー、積んでる。積んでる。積んでる。くそー、ここ通らせてくれない。通らせてくれない。やれるとしたら、炎ダメージカットをもらいつつ、
こいつを出したいんだけど出せないから、これをやっつけて余波でここが死んでくれることを期待するしかない。くそー、頼む頼む、なんとかしてくれ。ここはやっつけられる。 OK OK OK、 いいぞいいぞ、悪くない。チャージアップ事故、死なない。魔法防御は強化しない。巨大な隕石の影、大丈夫、生き残れバカ野郎。ギリギリ耐えてる。ピー来た。さあ最後の一回挟んで倒せないか。無理か無理か無理か。いやー無理だな。次太陽風かなんか来るんだよな。くそー、挟めねえ挟めねえ。リッツァーがここに行き、このこいつがここに行きってやりたいのにできないから、仕方なくこことここを挟んで余波でこの辺やっつけるってくれることを期待するしかない。辛い。このカプセルもちょっと足りないが、できれば炎カプセルもやりたい。いやー無駄無駄なことすると逆に挟めなくなる。こう行き、上にこう行き、斜めでここに来てもらい、で炎カプセルこう持って P を使いつつ、こいつを挟むだけがやっと。よし、次のターンに行きたい。でも無理だな、次フレアかなんかすごいすごいのやってくるんだろうな。頼む頼む、周り一掃してくれ、周り一掃、せめて周り一掃してくれ。スパハムルトにも一撃を加えて、さらにヒールメガ事故、隕石全体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 、これは食らうだろう、さすがに。何も食らわなかった、どういうことだ。もしかすると逆に浮いてると死ぬっていうパターンか。これいけるかもしれないぞ、いけるかもしれないぞ。このおい、ちょっと画面が切れるの やめてくれ。いや、すげえいいとこなんだから。いや、通信環境が悪くてすいませんね。せめて、これ横から行こうと、できれば簡単に横から挟みたいところなんだが、そうすると P もあるから横から挟みたいところなんだが、こいつの炎プレスが来るのがちょっと厄介になって、縦挟みで行くか。でも隕石行っただろう。隕石行っただろう。隕石全体。太陽ブレス横が来るかな、縦が来るかな、読めない読めない、全く読めないが、で挟もうとして挟むの失敗するのが一番ダメなパターン。じゃあこのダメージカットのこれをこっちへ寄せつつ、斜めが失敗したら終わるな。しかもこいつは助かりそう、こいつねリジェネ持ってないんですよ、こっちリジェネ持ってるんですよ。こいつは助かりそうだけど、こいつが上に行くとさらされると死にそうな気がするんだよね。逆か。じゃあ逆か。1、2、こう。で、P。よし。これで殺せるだろう。そろそろいけるだろう。これだけの攻撃力があるんだ。ヒールメガ事故。頑張れ。頑張れ。頑張れ。あとちょっと。あとちょっと。まだ足んないか。フレア盾一列は大丈夫。この体勢解除。オープンない、そうか、そういう技もやってくるね。炎カプセル使ったのを無視するっていう技もやってくる。そろそろこれ殺してもいいだろう。まだかまだか、またこれ縦にいるから、こいつは厄介だから避ける方向なので、今何やってきた、縦ブレスやってきたかな。クソ覚えてない。でもやっつける方向でいくには どうするここのこのラインからは逃げたい。でもこいつを余波でやっつけたいから。で、ここで、このカプセルもらえる。一回、上に行って、上に行って、くるっとして、これを斜め移動が成功すれば、大丈夫。余計なことしない方がいいかな。よし。斜め移動。よし。炎カプセル、炎カプセル。さらにヒール時間。頼む。
殺せよ殺せよ、全然死なねえ。応対性解除だけ。あ、Pがついに切れてしまった。Pが途切れてしまったが、多分これやっつけられるだろう。立ていて大丈夫かな。これやっつけられると思うんだよ。これやっつけるの失敗したら、あ、待てよ。Pがないからやっつけられない可能性もあるな。やっつけるの失敗したら、ファイアブレス立てて負ける。いや、やっつけられる。信じて。こいつごとやっつければだいぶ楽になる。でもまた援軍が来るのは目に見えているが。こいつをやっつけることのメリットは、この、パワードポイントゲージが溜まること。し。やっつけられなかったら負け。スキル発動に期待。よし、かなりいい。よし、やっつけられた。そしてヒール、事故、オッケー。スキルブースト。太陽横一列、よかった。チャージアップ事故。太陽横一列が来たってこと。次は縦一列から来るから、ここからその、これ、やっつけられんじゃねえ。勝てんじゃねえの。これ、一回、こう行って、こう行って、ピー。よし。体勢悪くないよ、悪くないよ。この二人がいれば、バハムートなんて、あとちょっとだ。頼む。死ね死ね死なね。頼む。生き残ってくれ。横三列。まだいけるだろう。まだいけるだろう。よし。さあ、頑張ってくれ。いけ。これ勝ったでしょ。来たー。おい。ここで画面切れんなよ。よし、初見でオーディン進化倒した。なんと、SS の二人がいれば余裕だったというオチでした。宝物入ったぞ。さあ、これで、いい宝物来てくれ。頼む、頼む。頼む、一発ドロップ。物の指輪、いらねえ。クソだな。クソだな。クソだな。こんだけ苦労したのに。まあ、でも、まあ、余裕だな。さあ、相手のパターンを読まなくても、二人いれば余裕だったという。アガダム・ダンジランの瞳は美しい。それを最後の言葉に巨獣は去った。響く水晶の砕ける音、飛散した粒子が、微笑を繰り返し。微笑じゃない、衝突を繰り返し、か細い金切り音を奏でる。あちらからこちらから、それはさながら大合奏だ。我はここにいる。神のまどろみは時を越えし、夢の扉なり。時を越える。夢。それは想像力の極致。無意識の拡散。形なきものすら存在が許される。それはまさに神が与えた力。人はそれを意志と呼んでいる。はい。アイテム手に入りませんでしたが、アイテムは何なのかな？酒場行こう。酒場の呪物追加で、ハムと。カラトコルグ。これが手に入るまで、まあ、何回かやりたいと思います。はい。では、また、まあ、期間内に倒すのは余裕だったから、アイテムドロップするかっていうだけの問題でしょう。